はい、これがね待望の TT の150、160が失敗したんで150の F ですね。でこれ全部また重さとバランスが違ってるんで、これをテストしてこの中からいいやつでもう作れるような感じです。針もつけて今全部ちょっと泳がしてみます。これが、ね、一番安定度が高いんじゃないかなと思われる。5.5。ちょっとダメだね、これは。ダメ。さっきの6.5、6.3がちょうどいいのかな。はい、この大きさで、やはりフックとリングを変えるとこのくらいの大きさだから、なおさら大きく動きが変わるんで、この2つのうちの、1つの方で作って塗装も全部して針をいろいろと変えて最終的にそれで出します。かなり期待できますね。この間までのもっと細身のやつはちょっとやっぱり失敗でしたね。はい、ファルコンの14F ですね。これが16、これが14、その間にちょうどファルコンで作ってない大きさですよね。作ってない大きさのところにこれを持ってきたと。16、15、14、圧倒的に細いと思うんで。でこれでも針つけて46、47、48グラムでした。3つ合わせると、3つ全部測ってみてください。